はい、皆さん久留米だったらよく皆さん久留米の夢タウンってよく行かれると思うんですけど、そちらで売ってるこちらの久留米のお菓子ですね、丸永製菓のアイスまんじゅうです。はい、こちらのアイスまんじゅう、これも全国的に有名なこう丸永製菓のアイスなんですけれども、こちら実は、まあ、久留米市の会社のアイスなんですね。こちら皆さん結構もうご存知の方多いと思います。まあ、こちら冷たいアイスなんですけれども、まあ、どんなお茶を合わせるのかはちょっとお楽しみに。はい、じゃあこちら皆さんご存知の富山のゴロバチ茶碗ですね。これ先ほどのこちら美味しそうですね。こちらをこうちょっと立てます。おー、なんか茶柱が立ってるようで縁起がいいですね、これ。今日番茶をかけます。入れます、入れます。おこれを混ぜて食べます。じゃあちょっといってみますね。こちら、おー、こちら番茶でアフォガードですね。ちょっといって、泡が立ってますね。バタバタ茶みたいですね。あー、うまい。これもほんとうまい。これちょっとなんかミルクぜんざいみたいな感じですね。このお茶のおかげでですね、こうアイスを食べた後のこうどっしり感がこう抑えられて、あと一杯ぐらいいけそうですね。うまい。今こちらアボカド楽しみました。本当に美味しくて全部飲み干しちゃいましたね。まあ、これちょっといろいろ次回からいろんなお茶で試していきたいと思います。それではまた次回もお楽しみに。